どうもベタです。パワサカやっていきたいと思います。本日はバルセロナコラボが来るということでメッシ作っていきたいと思います。自分はトップ下で作っていきます。まあライトウィングで作りたかったのですが成果でないってことと、あとネイマールが抜けて、まあ、スアレスと縦の動きで頑張っていただきたいと自分なりに思いましたので、ここで作っていきたいと思います。でイベントデッキの方はまやちゃん、久保くん、ゆうくん、モカちゃん、ヤビビッチくんで、ハロウィン、キドリちゃんとなっております。まあ自分が思ったのはやっぱりまやちゃんでドリブル重視をつけたいってことと、ハロウィン、キドリで久保くんの骸骨を取っていけたらなと思ってこのデッキにしました。まあ金徳は人それぞれあのメッシにつけたいものあると思いますが、自分はとりあえずこれをつけていきたいと思いました。で基礎値なんですけども、目指す基礎値はオフェンス S、 ディフェンス F か E で、キック E、 キックが A か S で、スピード S、 テクニック S、 スタミナが B か A となっております。それでなんとかしていきたいです。はい、やっていきましょう。コーチ見ましょうかね。一旦目はあのコーチ、絶対に練習後イベント来ないのでコツの方がいいかもしれないですね。まあ他の人といたらそれでもいいけど、コーチかヤビビッチ君、コーチ行きましょう。練習後イベント来てほしいな、ちゃんと。キドリで回復ですね。でキドリちゃんも踏んでいかないといけないんですけども、これはキドリちゃん言っておきましょう。ナイス、いいよ。いやイベントは進んでほしいね、イベントは。でキドリちゃんここは言っておきましょう。いいね、キドリちゃん多分これで足りたはず。さすがに足りてるでしょう。どれぐらいにしようかな。これぐらいかな。はい、やっていきまーす。キドリちゃんは足りてるよね。あとはコーチをどんどん踏んでいきます。ってことなんですけども、コーチがいない。とりあえず、まやちゃんの評価上げとこう。で、タックさっさと来てもらおう。で、コーチがいなかったら、久保くん、突破力のコツください。残念だ。ゆうくんが強いんですよね。ゆうくんのコツが強いんですよ。メッシーには全部欲しいコツなんで、これはちょっとゆうくん言っときますね。メンタルってこともあるし。フリーキックナイス。いいね。フリーキックとスルーパスは必ず踏んでおきたい。久保くん。コーチかな、さすがにコーチかな。ちょっと評価が低すぎる。いやーイベント起こって、おっと、もうここまで来たか。テクニックなのかな。依存が多分テクニックだと思うので、いいだけにはしておきましょう。であとは技術を上げればいいのですが、コーチですね。でモカちゃんもそろそろ OK かな。これは休む。あ、モカちゃんあと1回か。まあ、休みましょう。で、コーチがいるかなと思ったらいない。いい、コーチ行きましょう。イベントが進まないね。てか、こっちのイベントが進んじゃったよ。お、成功。これ依存あるのかな？ない気がするな。少しか、まあ、技術はなんとかしよう。で、コーチ行こうかな。あと上もうちょっと進んでほしいですね。はい、いいね。筋力は結構稼げてるけど、まあいいや、筋力取っておきましょう。キック上げるの結構しんどいんでね、このデッキだと。まあ 0.9 いいですね。なかなかでしょう。
で、オフェンステクニック。オフェンス20を上げよう。いや、テクは上がらないな。オフェンス30いけるか。多分。適当にやってますけど。2タックル無理だ。はい、これでいきたいと思います。いけるか？いけるでしょう。頑張れ。なんとか頑張れ。うん。で、コーチがいるから、コーチ行った方がいいのかな。タックなんてないもんな。テクニック。まあ、でも、2回踏まないといけないからな。コーチ行っておきましょう。とりあえず。で、そろそろ告白。おお、来た。ナイス。これは自分から告白しちゃいまーす。はい。で、コーチ。いいですね。コーチ来てよ、コーチ。で、これは、敏捷もらうのもありかな。うん。ちょっと敏捷150稼げる気しなかったから、まあ、もらっときましたと。これ、ゆうくん行ってもいいよ。ああ、コーチかな。コーチだな。ナイス、いいよ。てか、後指ちゃんと怒って。後指、後指。で、コーチ行くか、コーチですね。で、ドリブラー。まあ、展開力もいるんだけどね。ドリブル1か、ドリブル2にしときたいね、とりあえず。あ、キープは3にしておきましょう。いや、いないから、これはデートしていいんだっけ。休まないだけだよね。デートしておきましょう。で、精神もらいまーす。カズオ。いいね。コーチいるかい？コーチいるね。ナイスナイス。いいよ。練習後イベントは来てよ。逃げる。はい、コーチ来て。来てね。ナイス、キープ。で、イベント、後イベ怒ろう、そろそろ。お、怒ってるね。ささっと怒ってくれないと、後イベちょっと足らない気がするな、これ、このまま行くと。まずは俺が。爆竹はやりすぎな感じするけど。こっち、こっち。小牧ちゃんか。ちょっとテクニックいっときましょう。うん。もうちょっとテック4か。テクニック練習。踏んどきましょうか、これは、さすがに。はい、いいっすね。イベント起こって、本当に。お断りする。で、あとは、敏捷踏んどいたらよかったかな、今。はい、これで。敏捷が欲しい。ヤビビチ君くれない？敏捷。くれないか、さすがに。技術ね。ここで技術なんだもんな。敏捷があと30。いや、これはちょっときついな。デートして次ちょっと敏捷狙いましょう。3回目かな？ 2 回目か。2回目ですね。で、作戦を変えよう。いやー、ちょっときついな。渡来くん、敏捷くれたっけ？いや、もう失敗でいいか。ゆうくん。ゆうくんでコツもらいに行きましょう。フリーキックナイス。お？いや、これ、足らないか。行っときゃよかった。今、ダッシュ行っときゃ、スピード練習行っとけばよかったですね。まあ、いいでしょう。失敗しちゃったけど。もともとコミットは高かったか。
まあ、合計は低いですけどね。で、オフェンスは10。で、スタミナは20。30。20だな。で、経験点そんな出ないから。こんなもんかな。遊ばないでもいいんだけどな、正直。まあこんなもんでいきますかね。フィジカルは1個やめとこう。はい、これでいきたいと思います。あー、でもスタミナ、まあいいや、いきます。強星以外、ナイス流星群で、あ、フィジカルいきましょうか。フリーキック掴んじゃおうかな。いや、トラップ4か、トラップ掴んじゃおう、もういいや。フリーキック、ああ5か、いいや。もう2回掴んじゃっててね。スルーパス、ドリブラーか、まあいいでしょう。久保君の筋肉、いやー、飛びが進んでないね。コーチでドリブラーでも言っておきましょうかね。コーチ、来なかった、残念。残念だ残念だ。で、これはまえちゃんだな。これは筋力稼いどこかな。で、技術もスピードもいかないといけない。で、オフェンスがもう足りちゃったっ。あとスタミナか。はい、テクニック、ゆうくん行きたいな。まあテクニック行っておきましょう。いいね、ヤビチ君。スピードも上げないといけないですね、これで。いいぐらいにはしときたいな。お、久保君も上がってきましたね。ナイスです。久保君オフェンスのはずだから。で、オフェンスフロー B で、スピード D か C にはしたい。 D だな。はい、で、スピード練習行くか。まあ、無理だね。これは休んでおきましょうと思ったけど、デートだね、デート。いいね、空デートないよ。キドリちゃんは比較的空デートは少ないイメージがあります。で、メンタルか。メンタルといきましょう。コツもらえるし。マーカー寿司。ああ、まあ、敏捷でもいいでしょう。久保くん、成功して。お願いします。ナイスよ。あとはスピード練習一回行かないといけないってことをやっといて。いや、コーチ踏みたい。でもこれはゆうくんも行きたいね。ゆうくん行きますか。ゆうくんね。はい、ゆうくん、ナイス、スルーパス、ナイス、ありがたい。うん、ちゃんと見つかったね。で、こういう時にじゃなくて、ちゃんと体力ある時にしてほしかったな。じゃあ、一回デート行っておきます。おっと、さっき、大丈夫って言ったら来ちゃったよ。うん。はい、もう一回行きましょう。で、あと1回ですね。デートは。で、ハロウィンの近くに置いとくと。来いよ。おー、成功、ナイス、いいね。少しか、まあいいでしょう。で、今、金徳終わってるのがスピードスター、ドリブルキング、伝説の突破男。ってことは、あとは、ゆうくんと、小牧ちゃんと、ハロウィン来とるか。
まあいい感じに来てますね。お、しかもスピード2いる。ありがたい。スピード踏んでいきましょう。で、体力がない。どうすっかな。遊ぶのもありなんだよな。おっと、ここ踏みたかった。すごい踏みたい。ワンチャン行く？行っちゃってもいいな。行っちゃってもいいけども、行っちゃうか。行け！ナイス！取った。ドリブルコツ、これでいこう。かなりハマった、今のは。で、実力で勝負。勝った。イェイ。で、ここは、もう遊びましょう。うん。コーチいないでしょ？いないね。もう次回復なんで、遊ぶ、遊ぶ、遊ぶ、コーチ行こうか、コーチ。コーチ、ドリブラーいらない、トラップいらない。キープ1掴んでおきたいか。いや、でも展開力も欲しいな。まあ、キープだな。変なの来られたら困るし。はい。いいですね。うん、前回で。あとはアトエビが、おお、ちゃんと経験点稼げてる。いいね。アトエビがちゃんと進んでね。モカちゃんあと1回だっけ？モカちゃんあと1回の？どうだっけ？忘れた。これで1万ちょいか。ちょっと稼がないといけないですね。オフェンサーも上げない。キックは、あー、筋力はちょっとやばいかな。スタミナ10だけ上げよう。いやー、キック20きついかな。まあ、いけると信じよう。で、休まない。休まない？あ、無理か。まあ、こんなもんすかね。練習6回。いや、すまないはきついけど、入れとかないとまずいな。で、経験点は1200ぐらい。もうちょいいける。まあ、これぐらいにしとこう。で、途中出場行ってもいいかな。まあ、メッシは途中出場なんかないんで、入れないっす。はい、行きましょう。はい。休まないがちょっと怖いけどね。おお、ダブルタック、ナイス。いいよ。で、小牧ちゃん、ゆうくん、そろそろ金属イベント来てください。お、違うの、これスカウトか。ちょっと期待しちゃったよ。で、真ん中行きます。で、久保くん行こうか。久保くん行っておきましょう。突破力のコツください。キャプテンシー。まあ、いいでしょう。無視した。うん、いいね。司令塔。久保くんだね。久保くん。突破力のコツください。違う。それじゃない。で、これはデート行きます。スタミナ上げてデート行こう。あれ？スタミナって今回コミットに入ってたっけ？入ってるね。じゃあスタミナは10上げ、10は上がらないから C にとりあえずして、キックはまあ足りるでしょう。はい、デート行きます。最終デート。次は絶対倒れない。ナイス、勝った勝った。お、これで金徳はあと2回かな。金徳指あと2回で、小牧ちゃんも残ってないし、福指的にも終わってるから、あと2回イベント来ればいいのかな。で、経験点見ると、まあ、技術も足りてる。あと練習3回やるのと、経験点的にも、あと、まあ足りてるか。
もうちょいすればいけるから、練習3回してたら足りる。で、とりあえずキックは10上げておきましょう。で、スタミナがあと1。どこ行こう？コーチかな、とりあえず。で、コーチで展開力欲しい、展開力。お前じゃねえよ。心配する。金徳イベントが来てほしいんだよな。金徳イベント。臨床はすごい余ってる感じもするし。臨床はこれ、メッシーってこんな足速かったっけ？まあ S にはする予定だったんで、100にしましょう。すごい速いな。すごい速いメッシーができそう。まあいいか。それはいいね。速い分にはいい。これはちょっと、スピード踏むか。迷うとこだな。スピード踏もう。はい。多分余る。これは余る。で、金徳イベ進んで、マジで。進まないとまずいよ。で、あと1回練習行かないといけないのですが、メンタルいっときましょうか。メンタルね。金徳、やばいやばいやばい。金徳あと2回進まないといけないのに。で、ゆうくん行くか。ゆうくん行っておきましょう。いけんのかな。微妙な気がしてきた。はい。で、上げれるもの、テクニック上げておきましょう。ちょうどいいね。まあこんなもんでいいでしょう。まあキックはちょっと足らないかもしれないね。はい、ではやっていきたいと思います。ここで笛です。優勝が決まった瞬間です。はい、終わりましたね。で筋力はちょっと足らない。まあしょうがないか。コミットもちょっと足らないけど、まあ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 って感じですね。筋力が足らない。あと23欲しいな。いやでも今からこれは踏めない。おお、結構もらえるな。てかあと小牧ちゃんとあれだ、終わらせてくれないとやばい。やばくはない。お願いします。来て欲しかった。残念だ。あと小牧ちゃんと誰だっけ。小牧ちゃんとゆうくんか。まあ最悪どっちもなくてもいいかな。最悪ね。最悪でも来てね。来てね。来た。成功しろよ。ボールキープだ。で、次、小牧ちゃんよろしく。ナイス！いいね、ゆうくん。助かる。で、オフェンス20、キック20、スピード、スタミナ。いや、スタミナ上げなくていいかな。スタミナ、B でいいや。ここら辺を、ダッシュも3でいい。シュート力が欲しいね。で、ロングスローとか意外性はいらない。メッシーって2列目からの飛び出しあるよね。さすがに。だってシャドウ、2列目のストライカーっていうのもありだし。で、パスは欲しいね。空中戦はいらない。まあこんなもんでいいか。ダッシュは敏捷余ってるんでなんとかなります。で、カバーリングとかも振らない。はい、これでいきたいと思います。いいよね。で、キック後に上げないといけないってことと。はい、行きましょう。で、最後、小牧ちゃんが来てくれればいいんだけどな。小牧ちゃん、よろしくね。来いよ。来て、お願い。来た。で、騙されてもいいようなんですけども、ちょっと怖いな、さすがに。これが成功してくれた金八。
はいけるはず。でもちょっとフィジカルコツないからな、このデッキ。その面でフィジカルがちょっと足らないですね。小牧ちゃん頼むよ。本当に頼むよ。ここ大事やで。ここ騙されてもいいよ。ナイス、いいね。でちょっと筋力のけ、まあ最悪キッカーを振らない方向でいって、フィジカルモンスター376、それ以外は筋力そんなにいらない筋力なので、ギリ足りるかな。マーク外し欲しいな。マーク外し、ダッシュいらないよ。あー、ダッシュ来ちゃったか。まあいいか。マヤちゃん、ヤブイチ君、いやこれは一回遊んでおこうかな。でワンチャン次にかけよう。いいのが来るかどうかで。次これ練習したら確実にもういけないもんね。いけないもんね。はい、遊びます。はい、しっかりと前半後半で、まあちょっと振っておこうかな。ドリブルキング、神技、で技術もちょっと危ないか。ちょっと危ないな。ちょっと危ない。ちょっとどころじゃない、結構危ないよ。うん、297、87、297、133、87、ギリギリぐらいかもな。あ、なんとかなんとかなんとかって感じですね。はい、やっていきましょう。はい、終わりましたね。おっと、最後か。技術がちょっと残念だよな。技術、最後は180。まあ技術がちょっと足んないですね。で筋力も足らない。フィジカルモンスターが触れない。まあフィジカルモンスター最悪いっか。最悪いいね。はい、で、あー、これ筋力ワンチャンありだぞ。で183、487、310、微妙なラインだな、これは。微妙だ。すごい微妙なラインに来てる。微妙だな、これは微妙だ。技術いっか、筋力いっか。まあ、満点狙いましょう、筋力。はい、行きましょう。はい、こだわっていきます。はい、行きたいと思います。ここで笛です。優勝が決まった瞬間です。はい、終わりましたね。触れるかな、触れない気がするな、全部。ここで92だっけ。ちょっと足らないね、多分。何が足らない ?7011 か、やっぱ出ないね、経験点。2足らないか。まあいいか、達人キープは。いや、勝手に自分の飯から達人キープは消しておきます。ファーストゴール、大一番。で、あとありそうな特区のシュート振りたかったな。シュート振りたかった。キーパー振っとくとして。フリーキックはいるでしょ。まあメッシがいたらムードも良くなる、多分。ちょっと達人キープ振りたいな。無理か、さすがに無理ですね。まあこれでいいかな。
ちょっとライトウィング取りたかったね。さすがに大一番外すことできないし、メッシ結構、ああ司令塔か、技術がちょっと足らないね、やっぱり。ちょっと苦しいね、ちょっと苦しいな。司令塔を振りたいけど足らない。いや突破力は絶対止められない、やめれない。突破力をやめるのはメッシじゃない、メッシじゃないので、これはもうこれで終わりたいと思います。はい、達人キープはすいません、取れなかったっす。ワンタッチも取りたかった、ちょっと技術が足らなかったかな。シュート力もできれば取りたかったし、決定力も欲しかった。まあでもドリブラーの選手はできたかな。はい、これで完成とさせていただきます。メッシ、まあ容姿はいいや、このままで。本当に金属ばっかだな。まあイベキャラで実装するならね、そこまで青得は多くないので、こんな感じですかね、自分なりのメッシは。自分なりですけど、はい。まあここにあとシュート力とか決定力、まあ得点王にもなったことあるので、まあそれは欲しかったですけど、はい、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。まだちょっとバルセロナシリーズは何個か、まあスアレスとイニエスタぐらいは取りたいかなと思っております。はい、また見てください、よろしくお願いいたします。ペタでしたー。